はいどうも特撮ヒーローワールドのフジャンです。皆さんお久しぶりでございます。いやー新しいカメラ買ったりしてね、ちょっと新しく生まれ変わった動画をお見せしようと思ったんですけども、ちょっといろいろね事情があってちょっとそのカメラも使えず、まあどうしようかなと思っていたらこんなに時間が経っていたということ で今回はねもう今までのカメラで撮ってますけども、ちょっとまあ、口がねもう衰えすぎてちゃんとしたレビューができるか不安なんですけども、のんびりとやっていきたいなと思います。今回ご紹介するのは、最近新発売された SH フィギュアーズの中から、これですね。ドン出ました、仮面ライダー1号でございます。これはね、なんて言ったらいいのかな、まあ巷ではネオ1号とかいろいろ言われてるんですけど、僕あんまねその呼び方が好きじゃなくて、まあ映画版1号といたしましょう。でパッケージがですねこんなデザインとなっております。劇中の中でね一度死んだ本郷猛が炎の中からまた蘇るシーンですね、あれを彷彿とさせるような、デザインとなっててすごいかっこいいです。もうねこのパッケージを一目見た瞬間にもうね一目惚れしました。もうこのサイズもねすっかりお馴染みになりましたね。で裏側はこんな感じで、あちょっと見えないかな、こんな感じになっております。はい、ではちょっと本体を軽く見ていきましょう。もうすでにこのように開けてねもう何日か遊んでるんですけど、もう3日くらい遊んでるんですけども、3日間遊んじゃうとね初めて開けた時に感じたそのちょっと不満とかねそういうものもね愛着が湧いてなんか気にならなくなっちゃうんですよね。だからちょっとね最初に抱いた感想と今全然違うんですけども、最初に開けた時に思ったことはなんかやっぱ細いなって思いましたね。劇中では太いんですけども、やっぱりこう太くするっていうことはまた一から新しい素体を作らないといけないことになるのかな。ちょっとあんまそこは詳しくないんですけども、やっぱり手間暇かかるからこのような結果になったんでしょうね。でもね一回きりのキャラクターになりそうですけども、でも1号ライダーですからねそれくらいの手間暇かける価値はあると思うんですよ。だからねちょっと残念でしたけども、でも、もう本編のスーツの方はもうがっちりしすぎてもうしすぎてるっていう感じもちょっとあったんで、まあこれが理想的な体型なのかな、どうなんだろう、皆さんはこれをどう思いますか、細いと思うかちょうどいいと思うか、まあそれはもう本当人それぞれなんですけども、でもねフィギュアーズのもう数年前に発売したこの新1号と比較するとですねだいぶがっちりしてるのがやっぱわかるでしょうか。もともとね新1号のアーツはもうかなり過剰なくらい細めに作られてたんで、まあ、そらそうだろうという感じなんですけども、でもやっぱりねここまで進化してるんだなというふうに感じますね。なんかね複数買いしてちょっと2号カラーにリペイントしてる人とかねツイッターにいたんですけども、あれは結構面白くて僕も真似したくなりましたね。僕的には新2号カラーより旧2号カラーにリペイントしてあげたいなって思います。ね、コラ画像ですけどこの1号とあと同じデザインのね2号カラーの2号が一緒にこうネオサイクロンに乗ってこう並走してるっていうコラ画像が結構出回ってたんですけども、あれすごい好きでねいいなって思いましたね。てかあえてこのなんか桜島カラーになってるのがね僕は好きです。いや本当にかっこいいですね。まあ、これゴースト放映中の映画でしたけども、なんかこの鎧っぽくアレンジされたデザインを見ると外務の時でも良かったかなっていう風にちょっと思いましたね。まあ、でも外務の時はライダー対戦で藤岡さん出てましたけども、やっぱり今の藤岡さんの体型からね変身するとやっぱり変身後の方が弱く見えちゃうっていうそういうちょっと悩みはあったんで、それをこう解消してくれたっていうのはね本当に嬉しいですよ。でもこれやっぱり一回きりになるんだろうな、多分これが今後ね何回もポンポン出せるキャラクターじゃないなとは思いますね。この1号稲田さんが声当てたりしたらそれはそれでちょっとね違和感あるんでね、やっぱり藤岡さんが出演する時だけにこう出てくれたりしたらなんか希少感が出ていいかなっていうふうに思います。ちょうどね去年くらいに紹介した3号のアーツが今手元になって、ぜひ並べたかったんですけど、それがちょっとね心残りで、サイズ的にはですねまあ、さっきの1号とか2号とかとはほぼ同じサイズなんですけども、こういった真骨頂とかと並べると若干真骨頂の方が大きいなっていう風に感じます。肩の位置とかもね若干真骨頂の方がやっぱり上なんですよね。ゴーストやスペクターとはまあ大体ほぼ同じ
大きさなんで、まあ、違和感なく並べることができると思います。では内容物を紹介していきたいと思います。まずはこんな感じで手首が2種類、左右2種類ついてて、で久々にねライダーキックのエフェクトもついてます。こんな感じでね、1号のカラーリングに合わせた配色になってますね。これはね本当に相性が良さそうです。ちなみに今までについてきたライダーキックと比較すると、こちらが新1号のライダーキックですね。でこちらが新2号のライダーキック、一応ね比較してみたんですけども、形状は全く同じです。もうこういうのは全く同じ型を使い回してる感じですね。今までのエフェクトはね結構分割したりとか、つけるのがめんどくさいものが多かったんですけども、今回は一体成形なんで、もう普通にこれを足にねカポッとはめるだけで再現できるんで、その点ではかなり楽ですね。はい、こんな感じです。いややっぱ派手ですね。なんか全然エフェクトの大きさ今までと変わってないのに、なんかめちゃめちゃ派手に見えます。つけるのが久しぶりだからかな。いいですね。アップでねこの造形をちょっとお見せできてなかったので、ちょっとじっくりと見ていきたいと思います。箱から開けた時に抱いた感想は、まずさっき言った細いっていうことと、あと顔がねちょっとあんまり似てないなっていうふうに思って、まあ悪くはないんですよ。全体的に安定した造形ですけども、なんか目の形が縦にすごい長くて、なんかその実際のマスクと比べるとなんか印象が違うなっていう風に感じました。でもそういったところもなんか3日こういじりまくってるとだんだん気になれなくなっちゃって、今はもう大満足してます。本当にこれね慣れたら気にならなくなるんですけど、最初にねすごい違和感がありました。横顔はかなりお気に入りです。あとはね3号の時もちょっと汚し塗装とかがなくてすごい綺麗な状態になってたんですけども、この1号もね汚しっていうかなんかこう青銅色に墨入れされてるんですよ、このモールドとかに。あとクラッシャーの部分とかね、マスクも全体的にその青銅色に墨入れされてるんですけども、そういった点が全く塗られてないので、これもね若干印象が違って見える原因の一つですね。やっぱりそのせいで若干安っぽく見えちゃう。であとこのね緑とか黒の部分とかね、基本的にこう成形色丸出しで、なんか逆にどこを塗ってるのかよく見ないとね分かんないんですよ。この胸の部分とかもなんか未だにこう緑か黒かどっちが塗装されてる色なのかねよく分かんないんですよ。ねちゃんと見た感じ緑が塗装になると思うんですけども、なんかね全体的に塗装されてるところが少ないんですよね。これ本当にリペイント向けです。その最近のガンプラとかみたいな感じでこう塗装しなくてもかっこいいですよみたいな、なんかそんな感じのこうフィギュアなんですよね。いやこれはねもっと完成度高めたかったら本当にリペイントをおすすめします。あとねこのベルト、閉じることができるんですけど、これがあんまりね知られてないんですよね。でちなみに締める方法はねスライド式じゃなくて、このパーツをね両方こう取って、でこれ穴が2つあるでしょ、でこのね内側の方につけるとその締めた状態にできるっていうことなんですけども、これをねスライドと勘違いして無理やりこう締めようとしちゃうとなんか割れちゃってね大変なことになっちゃうんで、一回取り外してやってください。こんな感じですね。でもこれ変身後は常に開いてたよね。僕ちょっと映画を1回しか見てなかったんで、なんか変身後でも閉じてるとこあったかな。あんまりこの状態は、再現する必要はあんまないかなって思うんですけど、まああるのは嬉しいギミックですよね。肩の部分とか結構面白いんですよ。2つのパーツがこう覆い重なって構成されててどっちも動くんですよ。こんな感じですね。背中とかすっごいアレンジされてます。であとね、まあ、このデザインなんであんまり動かないんだろうなっていう風に思ってたんですけども、まあ、その割には割と動かせる方なんで、まあ、ちょっとハードルを下げまくってたら割と良かったっていうパターンでした。まあ、腕をこう内側に寄せたりはあんまりできないですけど、こんな感じでねポーズとかはちゃんと決めます。でもね、実際のスーツもね肘の部分をこうね曲げないとこのポーズできてなかったんで、そういった意味ではすごく忠実ですよね。あとはこんな手首がついてます。
今回ね残念ながら持ち手がないんですよ。まあなんかネオサイクロン出す予定があるんだったらまあそっちにつくんだろうけど、武器とかがね持たせられないんですよね。なんかこの1号ってこう戦国武将みたいなこう鎧のねアレンジになって、すごい日本刀とか持たせたらかっこいいんじゃないかなって思って、なんかこう藤岡さんもそういうのやってるじゃないですか。だからぴったりかなと思ってね、なんか日本刀をねめちゃめちゃ持たせてなんかやってみたいんですよ。だからちょっと持ち手がねないのがね残念ですね。あでもこの手だったらまあ持てるかな、持てなくもないようなそんな感じの手ですけど、まあ、やっぱり仮面ライダーはもう武器なしで肉眼戦で戦えってことですかね。はい、というわけで簡単に SH フィギュアーズ仮面ライダー1号をご紹介させていただきました。やっぱりね今回軽くいじって思ったことはね、やっぱネオサイクロンはぜひとも出してほしいですね。以前ですねデジタル彩色で再現された当時の本郷猛のフィギュアーズっていうのが参考書でされてたんですけれども、僕的にはですね、当時の本郷猛よりか今のねもう70歳になった本郷猛、藤岡弘さんが欲しいですね。完成試写会かなんかでね藤岡さんがこうマスクオフを披露してたあの状態をぜひともね再現したいなって思ってます。というわけでね今後もなんかリリースされたら嬉しいんですけども、期待して待ちましょう。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。